市銀座が送る、羽生結弦写真展。ファッション界の新星が切り取る本格ポートレートとは、グッチ銀座が新たなアトラクションとして、グッチ銀座、ギャラリーをオープンしました。このギャラリーの初展示として、フィギュアスケーターの羽生結弦をフィーチャーした写真展、YUZURUHANYU、A Journey Beyond DREAMS Featured by ELLE が開催されます。グッチ銀座、ギャラリーは、グッチのコアバリューであるクラフツマンシップとイノベーションを体現した企画展を通じて、国内外のアーティストやクリエイターとの交流を促進する場となります。羽生結弦は、わずか4歳の時からスケートを始め、一貫して自己に挑戦し続け、驚くべき進化を遂げてきました。2022年にプロ転向してから1年が経ち、新たな道を歩む中で、羽生はこの度、グッチの服を身にまとい、エルジャポン、8月号のために初めて本格的なファッションポートレートの撮影に挑戦しました。撮影を手掛けたのは、世界的に活躍するフォトグラファーであり、東京とニューヨークを拠点に活動している TAKAY 氏です。写真展は雑誌の発売日と同日に幕を開け、掲載されたビジュアルとともに、独自の作品も展示されます。展示には、羽生結弦の躍動感に満ちた連続写真や、見事に表現された身体の動きが空間を支配するようなビジュアルがあります。同時に、内面を反映した柔らかな雰囲気のクローズアップ写真も展示され、羽生の様々な表情が捉えられています。羽生本人は、撮影では、フィギュアスケートを通じて培ってきた感情表現や腕の動かし方などを活かすことができ、リンクで満足のいく演技ができた時のような充実感を感じました。この写真展では、グッチの服を身にまとった羽生結弦の新たな魅力を発見していただけると思いますと語っています。この写真展は8月20日まで開催され、入場は無料ですが事前予約が必要です。興味を持った方は、ぜひ足を運んで羽生結弦の魅力が凝縮された作品をご覧ください。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。